い、皆さんこんにちは、ザツコです。さて、科学の進歩は年々速さを増していき、それに伴って人類が今まで分からなかったこともだんだん分かるようになってきたと思います。ですが、そんな人類もまだまだ進化の途中であり、現代の科学技術をもってしても未だに解明できていないことは多々あって、やはりそういった謎に対して人類は様々な憶測をすることによってロマンを感じるわけなんですね。ここではそんな未だに解明されない世界の謎について触れていきたいと思います。ビルダーバーグ会議。ビルダーバーグ会議は1954年から毎年1回、世界的影響力を持つ人物や企業、機関の代表が130から150人ほど集まり、世界の重要問題や今後の主に政治経済や社会等を主なテーマに据え、完全非公開で討議する秘密会議です。会議の目的は、環大西洋地域を代表する各界の有力者や重要人物が一堂に会し、自由世界におけるリベラルで自由な市場理念を推し進めることだといいます。政財界や金融などの分野から100人ほどの有力者が集まって、世界を巻き込む巨大潮流、いわゆるメガトレンドについて論議するそうです。この会議においては徹底したハウスルールが設けられており、会議に参加した人間は会議中に得た情報や発言内容、誰が発言したのかといった具体的な内容はもちろんのこと、出席者の身元、所属などの公開、引用も一切が禁じられているのだといいます。過去にこのビルダーバーグ会議に参加したメンバーは、世界的に影響力を持っている人がほとんどで、ジョン・D・ロックフェラー、ジェイコブ・ロスチャイルド、マーク・ザッカーバーグ、ビル・クリントン、イーロン・マスク、ビル・ゲイツなど、一度は聞いたことがあるであろう顔ぶれが揃っています。ビルダーバーグ会議は、先述のように非公開の秘密会議なので、参加者による会議についての発言や言及はほとんどありませんが、何人かの参加者はインタビューや著書で会議について語っています。デイビッド・ロックフェラーは、自叙伝と森田昭夫との対談でビルダーバーグ会議について語っていて、また自叙でビルダーバーグは本当に極めて興味深い討論グループで、年に一度ヨーロッパと北アメリカの両方にとって重要な問題を論じ合ってはいるが、合意に達することはないと述べています。また会議の創設に関わり、後に財務大臣を務めるイギリス労働党のデニス・ヒーリーは、この会議について世界統一政府の樹立に邁進していたというのは言い過ぎだが、あながち見当違いというわけでもない、我々ビルダーバーグ会議では無益な戦いや殺し合いを永遠に続けて、何百万もの難民を生み出すわけにはいかないと思っていた、それなら全世界を一つのコミュニティにすればいいのではないかと考えたこともあると語っていたのだといいます。この世界統一政府構想はニューワールドオーダーなどとも呼ばれており、都市伝説界隈では比較的有名な話ですが、このビルダーバーグ会議では実際に世界統一政府についての議論が出たことを明かしているのです。そしてアメリカ側で会議の創設に関わっていて、第1回の会議にも参加したチャールズ・ダグラス・ジャクソンは、ファシズム化してきたアメリカの過熱する反共主義やマッカーシズムについて、第1回の会議の席でヨーロッパ側からの相次ぐ懸念や説明を求められ、マッカーシーが暗殺者の弾で倒れるにしろ、通常アメリカが不要物を取り除く方法によって処理されるにしろ、我々の次の会議が開催される時までには彼がアメリカから消え去っていることを私は予言すると発言していたと言われています。事実マッカーシーは会議の直後失脚し、1957年5月2日に死去していて、死因は多年にわたる飲酒が原因の急性肝炎とのことだったといいます。この他にも西洋の実力者たちが、いわゆる発展途上国の利権問題などをめぐって合法的な植民地化や覇権保持を目論んでいるといった陰謀論も絶えず囁かれています。リンマウスの大洪水。1952年の12月15日、24時間で200ミリ以上の雨が当時のイングランド南西部にあるリンマウスという小さな村を襲いました。
これは通常の250倍の量だと言われています。通常の降雨量としてはありえない量の雨は、雨水やなぎ倒された倒木、岩などを巻き込んだまま荒野を流れ、下流の谷底に位置していたリンマウスの村に濁流として押し寄せました。そして一夜にして村を壊滅させた濁流の推定量は9000万トンとも言われており、多くの車や30カ所以上の橋が破壊され、灯台も崩壊したと言われています。確認された死者は34人にも上り、数百人が一夜にして住む家を失ってしまったそうです。この事件の直後に気象専門家が出した見解によると、この数日前に大西洋に発生した寒冷前線が大きな原因になり、独特の地形と合わさることによってパーフェクトストームになってしまったと推測されていますが、事件の当事者から不思議な証言が出ていたのだといいます。この災害の当事者によると、辺りから硫黄の匂いがしていたといったものや、雨の勢いが尋常ではなく痛さを感じるほどのものであったといった証言、そして洪水が起きる前に数時間にわたって村の上空を飛行機が旋回していたという話などが浮上してきたのです。このことから、このリンマウスの大洪水は科学者による人工気象操作実験による影響であったのではないかとささやかれ始めました。この人工気象操作というのは、第二次世界大戦前後から研究が始められた気象兵器と呼ばれる軍事科学の一つだとも言われており、都市伝説的に有名なものは人工地震兵器ハープなどですよね。気象兵器は1977年に国際条約でも環境改変兵器禁止条約が結ばれています。イギリスでは1949年から1952年にかけて、プロジェクトキュムラスと呼ばれる天候操作の研究が行われていたと言われていて、この研究の主な目的は人工地震ではなく人工降雨であったため、通常ではありえないと言われていたリンマウスの大洪水との関係性が噂されています。ですが、この天候操作実験に関しての詳細はイギリス国防省からは発表されておらず、その因果関係については未だ謎のままです。事件後、ノースデボンの元下院議員トニー・スペラーという人物が公文書を調査したところ、重要な項目一部がなくなっていることを発見、指摘しました。さらに BBC が実験に関係した人々への取材を行い、この時の実験関係者のパイロットの証言によると、ベドフォードシャー州の上空を飛行しながら降雨量を増やすために塩を散布したと語っていたのだといいます。リンマウスとの位置関係としてはかなり距離がありますが、他の地域でも同じような実験が行われていたのではないかとも言われています。徳川埋蔵金の謎。徳川埋蔵金は江戸時代末期の1867年に江戸幕府が大政奉還に際し、密かに地中に埋蔵したとされる幕府再建のための軍資金であるとされています。1868年4月に江戸城が無血開城となった際、当時財政難に苦しんでいた明治新政府は幕府御用金を資金源として期待していました。ところが城内の金蔵は空であったため、幕府が隠したと判断し、新政府軍による御用金探しが始まります。真っ先に疑われたのは、江戸城開城前に江戸を去っていた勘定奉行の小栗忠正です。この時小栗は領地である群馬県の権田村で暮らしていて、新政府軍は小栗を問い詰めますが、小栗は黙秘を続けた結果斬首されてしまいます。当時御用金探しの噂が広まった頃、船が利根川を遡ってきて、誰かが赤城山に何かを運んでいるのを見たという噂が広まり、また斬首された小栗忠正の故郷が群馬であることから、小栗忠正の指揮のもと故郷である群馬県の赤城山に運ばれたのではないかという噂もあったのだそうです。そして新政府軍によって赤城山の各所では宝探しが行われましたが、何も発見されることはなく終わることになります。赤城山での発掘が次々と失敗に終わっていく中、これを見た一部の人々は赤城山を本当の埋蔵場所を隠すためのおとりだと考えるようになり、真の埋蔵場所を求めて持論を展開するうちに、各地で埋蔵金伝説が誕生していきます。
そのため現在では40以上の説が存在すると言われていて、例を挙げると日光東照宮や奥日光、妙義山や足尾鉱山などが埋蔵場所と予想されています。ですが、もともと幕末期の江戸幕府が大赤字に見舞われていたため、埋蔵金にあてがうだけの金銭蓄財が存在するはずがないという説も存在しています。実際に徳川埋蔵金は多くの発掘計画が各地で行われていますが、そのほとんどが全く成果を出しておらず、埋蔵金自体も発見されていません。江戸幕府は初代将軍以降、数々の城や寺社の不振、江戸を見舞った数度の大火被害の復興資金などの支出が続いていて、五代将軍綱吉の治世頃にはすでに財源が枯渇しており、不足分は貯蔵してあった蓄財を切り崩して賄われていたそうですが、それもやがて使い切っていたと言われています。農村体系を基本とする江戸幕府の財源はこれらの支出に耐えられず、貨幣改鋳をたびたび行わなければならないほどの事態に陥っていて、八代将軍吉宗による享保の改革などの倹約令や税収見直し、または田沼意次による重商主義的な改革などの財政改革が幾度となく実施されましたが、それでも江戸幕府の財政難は改善されることはなく、むしろ悪化の一途をたどり、さらに幕末に連発した大地震や飢饉により、末期の江戸幕府は困窮の極みにあったのだといいます。そもそも巨額の資金があるなら、幕府軍はもっと軍備増強にその資金を使っていたのではないかとも言われており、仮に埋蔵金が隠されていて明治維新を乗り越えた蓄財があるとしても、維新以降に元幕臣らの生活を守り、また牧之原大地の開墾などに資金が必要だった徳川本家がこの資金の活用に着手しないはずがないとも言われています。ただこの徳川埋蔵金伝説は数ある埋蔵金伝説の中でも最も近い時代のものであり、さまざまなその証拠と思われるものが見つかっているということから、比較的信憑性は高いのではないかとも言われているのだそうです。徳川家の財産は当時の価値で360万両から400万両はあったと言われていて、これは勝海舟の日記に軍用金として360万両あるが、これは常備兵を養うための金で使うわけにいかないという記述が元となっていて、現在の価値で言うと約3000億から7350億にもなると推測されています。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。